あら、違うの？二人ってお付き合いしてるんじゃ。違うよ、今日はその、とにかくそういう関係じゃないから。ごめんごめん、お母さん勘違いしてたわ。でも嫌いじゃないんでしょ。もうお母さん、余計なこと言わないでよ。ごめんね、こんなことになって。佐川くんもびっくりしたよね。帰ったらお母さんにはちゃんと説明しとくから。ほっと？どうして？それは、まあ、確かに言われてみるとそうだね。ごめんね、うちではそういうことになってて。うん、ありがとう。それはその通りだと思うし。ああ、私ももうちょっと身長あればな。やだ、面白い。そのまま首絞め落としていい？もしよかったら手つないでもいい？うん、せっかく一緒に来たのにはぐれちゃったら意味ないし。うん、わかる。よ。でも思い出してみて、この前佐川くん私の頭撫でてくれたよね。ね、でしょ。それにおかしかったのは一度だけだし、だから今日もきっと大丈夫だと思うの。
ほらやっぱり。だけど、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。近づけなくなっちゃうなんて、そんなの悲しすぎるじゃない。だったら気づいてないふりすればもしかしたらと思って。その前にお参りしていいかな。昔みんなでお願いしたの覚えてる？実はあの時ね、私いつかまた佐川くんに会えますようにってお願いしたの。どうだろうね。